平野三サブロは日本の政治家。元岐阜県知事、元衆議院議員。父は小川事件で活躍した衆議院議員の平野ノマス吉。元農林大臣の平野力造は父の実定にあたる。思想家の内田氏は元女性。岐阜県郡上郡八幡田町に生まれる。慶応義塾大学高等部在学中に左翼運動に関わり検挙され、1931年に 中退する。1947年、八幡田町長に当選する。1949年の第24回衆議院議員総選挙に民主自由党から旧岐阜2区にて立候補し初当選。25回から27回は自由党公認で当選。28回は自由民主党公認で5期目の当選を果たす。内閣総理大臣を経験した。 シデハラ・キジュ衆議院議長の秘書官をしていた。29回と30回は落選。1963年、報告書、シデハ先生から聴取した戦争法規条項等の生まれた事情についてを憲法調査会に提出。同報告書は、平野の文章と呼ばれる。1966年9月18日に行われた岐阜県知事選挙に、 自民党公認で立候補し、現職の松野幸康を破って、岐阜県知事に初当選した。以降3期務める。1976年、県の工事の競争入札における指名などに便宜を図り、建設会社2社から、それぞれ300万円を受け取ったなどとして収賄罪で起訴された。これを受けて、同年12月14日に、岐阜県議会は、 平野知事の不信任決議を可決し、即日辞任をした。公選知事不信任決議可決は、日本国政治史上初めて。1980年に、懲役2年、執行猶予4年の判決が確定している。1994年4月4日、帰還支援のため82歳で死去。娘子は、内田樹。ありがとうございます。